リアルマーケットアナライズ in 京都、4月15日土曜日開催。ここからはアセットアナライズをお送りします。今回は為替証拠金取引、クリック365の米ドル円について詳しく解説をしていきたいと思いますが、為替といえばこちらの方です。マーケットリスクアドバイザリーフェローの深谷浩二さんにもお越しいただきました。深谷さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこれどちらかというと、これからどうなるという予測とか戦略よりも使い方、で使い方で漠然としてては話が進まないので、キーワードやっぱりここでも時間軸効果、時間を味方にしましょうと、少なくとも我が国、日本の中央銀行、日本銀行は新しい総裁の下でもう一回時間軸効果にかけるんじゃないかなと私なんか思ってるもんだから、そうすると、為替のポジションの作り方というのもやっぱり時代時代によって中央銀行のスタイルによって変わりますよね。そうですね、まあ、相場付きにもよってやっぱりちょっと変わってくるかなと思いますけどね、はい。まあ、この間までねちょっとサプライズがいっぱいあったんで、はい、ちょっとサプライズのない方の話をしたいなと思うんですが、まずはこちらの絵を見てください。クリック365、いつもクリック株365の話をしていると思うんですが、はい、それの先輩ですね、為替の FX 取引、まあ、FX についてはもう皆さんも毎日のようにテレビ CM ありますからね、ご存知だと思いますが、為替の証拠金取引ですね。これですが、こちら、金融取引所の、口座数と証拠金の預託額はこのようにずっと一貫して増え続けていきます、はい、覚醒の感があります。我々の、時代っていうのはこういうのができなくて、せいぜい外貨預金をするとかね、個人では、あるいは外国債券投資をするとかそういうことだったんですけども、今は本当にお手軽に、為替取引で収益を上げることができるようになりました、それもかなりのそのリスク管理ができる形です。とはいえですね、とはいえこちらを見てくださいと、時代は変われどいつも為替のマーケットの人間がウォッチしなきゃいけないのは、この主要な各国の政策金利の現状と、それと明日からどれ、これがこの中でどれが変わるのかというところですよね、いやちょっと改めて久しぶりに見てるんですけど、何個あんた、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 個ありますから、まあ、私もやったことない通貨の組み合わせってもあるんですけれどもね、結局福谷さん、これ昔も今も変わりませんけど、この中から好きな一つ選んで買いなさい、好きなの一つ選んで売りなさい、これ昔も今も変わりませんよね、そうですね、組み合わせ自由っていうことではありますけどね、ただまあその中で気をつけなきゃいけないのは、例えば、この中の組み合わせで、食べ合わせじゃないですけどお腹壊しやすいものといいますか、流動性の問題とかあって、あるいは中央銀行がとんでもないことをやったりとか、例えばスイスなんていうのが突然固定相場に戻ったりとか、最近ではねトルコなんていう国がもうほったらかしにしたりとか、突然切り下げを、この中ではあったかな、例えばイギリスなんていうのは昔ありましたけどね、どうでしょう、組み合わせというか気をつけた方がいいよというのをなんかイメージさせるものってありますか。やっぱりあれですね、新興国通貨に関してはこちらですね、そうですね、トルコであったりナガだったり、メキシコもちょっと入るのかな、ポーランドもそうかもしれません。どうしてもですね、情報がなかなか例えば極端にアメリカに比べて全然違う、情報量が違いますよ ね。メキシコの大統領の名前で、ね、判断がやっぱりなかなかね、判断材料がなかなかないというところと、それからさっきちょっとお話しあったんですけど、政策、例えば極端にトルコだとみんなが利上げしてる時にすごい利下げするとかですね、インフレ率が上がってるのに利下げするとかですね、わけわかんない政策を取る場合もあったりとかですね、そう経済運営というか政策運営、それは非常に不透明なところも、国も中にはあるっていうところと、あとはマーケットのボリュームですよね。そこなんですよ。最近はどうなんですか、どっかに偏ったりはしてないんですか。最近はね、そんなに偏ってはないとは思います、思いますが、一時期トルコなんか相当ね人気あって、随分売り買いされてましたけど、ちょっといろいろもろもろあって、最近はちょっともう低調にはなっているかなという感じはしますけどもね、なので新興国通貨全般にやっぱりなかなか売買ボリュームというか難しいですよね、そこら辺はね、時代によってそのなんかおすすめできる組み合わせっていうのがよくあって、昔はねリーマンショックの前は私が個人的にですよ、私の大好きだった組み合わせは5ドルの買い、これも深谷さんも当然だと、
とにかく5ドルが安定してたんですよ、はい、オーストラリアドルっていうのが今 3.6 しかないんですけども、アメリカよりも大体頭一つ抜きに出ていて、うん、で日本はというと5ドルとタイムゾーンが時間軸一緒でしょ、はい、あの時間軸ってここで時間軸ってまた使っちゃう、時差ですね、時差が同じじゃないですか、はい、だからあのなんていうか今の情報が聞けて、うん、でおまけに、RBA ですね、あの、中央銀行の、はい、政策が生放送で分かるので、はい、うん、5ドルすっごいやりやすかったんです、うん、でもなんか苦しかったら5ドル買って円売ってりゃいいっていうのが私の、うん、はい、我々の、ね、そうですね、じゃないですけど、はい、ちょっと変わってきたんですよ ね、 そうですね、だから以前はもう高金利通貨っていう代表に、うん、まあ、5ドルとニュージーランドですかね、2つが入ってたんですけど、うん、まあ、そこがやっぱりもうちょっとあの、まあ、逆にドルがもう金利が上がってしまったので、もう逆に普通の通貨になってしまってるのかなっていうところでしょうかね、うん、その代わりにと言っちゃうんだけど、じゃあドルに勝つのはっていうと南アフリカとかトルコ、うん、そうですね、で香港、まあ、香港の場合これも実質にペグしてますから動かないですね、ですね、でさらにはこれですね、はい、11番メキシコ、うん、はい、これ勉強不足で見てないんですけど、高金利通貨の最近のパフォーマンスどうなんですか、うん、そうですね、まあ、結局アメリカの隣ですから、うん、メキシコ、まあ、経済的にはまあ割とリンクはしている部分もあって、まあ、他の新興国通貨に比べるとやや安心感はあるのかなとは思いますけど、ね、うん、ちょっと流動性の問題は少し置いておくとして、まあ、悪くはないかもしれませんけどね、 11% ですからね、で日本の金利は当分上がらないと想定すれば、はい、ちょっとやってみるかなと、うん、やってみるかなとテレビをご覧、あの YouTube をご覧の方も思われたかもしれませんが、その方に最初のアドバイスしますけども、エントリーするときとエグジットするとき、うん、はい、これですよね、結局ここ問題ですよね、まあ、結局あの非常に、まあ、いわゆるボラティリティとか変動が大きいので、うん、まあ、そこら辺はやっぱりね、そのいわゆる金利でキャリーで取れるけれども、うん、まあ、ブレが非常に大きいので、そこが難しいですよね、うん、だからあまり1回にドーンといくよりはちょっと分けるとか、はい、でこれもまた時間軸効果なんで、ゆっくりやってかないと、うん、焦らずやってくださいと、できれば3ヶ月6ヶ月、うん、そうですね、うん、11% って言いますけども 11% 取るのは1年で 11% ですから、うん、半年で 5% ですから ね、 やっぱりこれぐらいの時間が必要になりますよね、で、まあ、やっぱりこう利下げっていう話に なった途端に結構高金利入っているので、あの抜ける人も出てくるので、はい、あの、まあ、金利はそれなりに高い水準なのでいいんですけど、うん、やっぱりトレンドはね、やっぱ変わってしまう可能性があって、うん、そこでやられるという面も出てくるので、うん、そこは注意が必要な点かもしれません、だから、うん、油断しないで、そうですね、あの細かい計算をしながらウォッチできるという点で、でも実際ポーランドズロチなんかもそうですね、メキシコのペソもやはり非常にパフォーマンスが良かっただろうし、良かったし、これからも確実でしょうね、で逆にこっちのグループでカナダが利上げをやめましたね、はい、でまだ、ユーロなんかはまだまだ上げるってことですけども、うん、ひょっとするとカナダと同じような体質的に言うとイギリスもそろそろかもしれない、うん、まあそうですね、うん、でアメリカもまあまたブレてますけどもね、はい、まあ、でもこの辺も終わるとしたら早いかもしれないと、そうですね、この辺のグループの方が逆に言うと、はい、まあアメリカがやってる間は簡単には利上げ、うん、上げテンションならないから、そうですね、まあ、だからドル高になるのの、その、まあ、通貨安になってしまう分の対抗策というか、うん、そういう部分も、まあ、新興国の場合出てきますんでね、うん、あともう一個利上げが止まって利上げがピークになりましたよ、はい、と言って直ちに円高になるわけでもないですよね、まあ、そうですね、基本的にはね、うん、だからそれが、まあ、横ばいでずっと続くんであれば、うん、まあ、いきなりじゃあそれでターンということにはならないかもしれないですよね、うん、ということはいろいろこのパズルを組み合わせていくと、できるだけ長く持てそうな日本の金利よりも高いところの通貨を選んで、で分散、時間の分散とかボラティリティのリスクを避けながらできるだけ長い期間持つようにしましょうと、というのが、これはプロアマ関係なく、うん、為替の戦略、あとキャリートレードっていう言葉ですね。そうですね、うん、はい、昔からある やり方ですもんね。まあ、そうですね、もう随分もう前からやられてますよね、うん、日本がゼロ金利を始めた時からひょっとすると我々はずっとこれと
向かい合ってきたのかなと。そうですね、うん、まあ、古くは本当に、まあ、1990年代からもうね、そうやってましたよ、ね、やってました、ね、我々の世代はそればっかりです。ただそれがたまたま例えば IT バブルが崩壊しましたとか、リーマンが崩壊しましたとか、うん、あるいはパンデミックが蔓延しましたという瞬間にボラティリティが出ちゃうんだけども、うん、まあ、これはもう目で見て車の運転で危ないと思ったらブレーキを踏むとか。そうですね、そうですね。だからまあ、あの、なんでしょうね、いや、こう多分証拠金取引なんかは、まあ、そのすぐに売買はできる、うん、逃げられるっていう部分はあるので、うん、まあ、そこはだから、うん、どうでしょうね、逆にそういうことができるように、あの、皮膚段から、まあ、なんでしょうね、あの、瞬発力はあの持ってないといけない。一応自動運転しててもいいんだけど、一応前見て、はい、うん、はい、あんまり景色ばっかり見とれないです、はい、前見て運転しましょうという感じだと思います。こんな感じなんですね。スワップと言われている金利差です。これアメリカと日本の場合ですけどね、1日平均今178円のようです。つい先ほど計算してみたらちょっと上がってきて、これ1日平均180円ぐらいまで来てますね。5000円ぐらい取れる感じなんですね。年間で大体6万5000円ぐらい取れると。で、1枚っていうのはこれさっきの、まあ、あの、例えば137円だったら137円かける1万ですから、137万円の想定元本に対して6万5000円ぐらいもらえるという、中にお得な利回りで、なおかつ、証拠金取引ですから、137万円6万円、耳を揃えてお金を用意するんじゃなくて、証拠金を例えば20万入れてとか30万入れてとか、うん、この場合だったら最低ですから5万にしてますけどね、まあ、あの、137万よりもうんと小さいお金に対して、この6万4000円が入ってくるわけですから、実質の利回りは、日米の金利差今の 4.8 ぐらいの数字に倍になったら 9.6 50% だったらと、3倍になったら4万になったらということで、あんまり取らぬたぬきはしない方がいいんですけども、スワップポイントっていうのはこのようにキャリートレード、つまんない取引のように見ながら、ものすごいパフォーマンスは出るのが実情です。まあ、その出ることに気を取られちゃって、フロントガラス前に映る景色を見失っちゃいけないんですけどね。実際こんな風に増えてきましたね。ずっと22年のパンデミックの前は3000円ぐらいだったのが、ここまでゼロになって落ちてって、でその後こうずっと金利差がない時代があったんですが、去年のこの3月からですね、こんな風にスワップポイントが稼げるようになっていったということです。まあ、ですので、はい、あの、外貨預金よりは確実にこちらの方が投資効率は高くなります。外貨預金の場合はね、あの、137万円用意して初めて1万ドルですけども、こっちは137万円じゃなくて数十万円ぐらいのところで1万ドルというポジションが持ってますからね、これがまあレバレッジという感じになってます。最後にこの取引を運営してくれている取引所、冒頭で言いましたけどもね、東京金融取引所 TFX ですね、こちらが全部保管してくれているので安心です、はい、これホームページがありますのでね、ぜひご覧になって確認していただければいいかなと、そんなふうに思います。はい、深谷さんからもいろいろなね、判断のポイントを教えていただきましたけれども、まあ、自分で情報は集められるかなとか、いろんな観点から判断をして投資の際はくれぐれもご自身の判断でなさってくださいますよう、よろしくお願いします。